広場をさせまみの拍手。バビロンが青で黒はどうしましたか。黒はどこ行ったでしょう。繋いで。じゃあ僕繋ぎます。僕繋ぎます。じゃあフリースタイルフットボールとフリースタイルバスケットボールのこのイベントなんですが、ここで優勝したどちらかが10月に行われる全国大会の切符を手に入れることができます。その切符を手に入れられるやつだけが全国大会出場することができ、日本一目指すことができます。大丈夫ですか。来ましたか。はい、じゃあ黒です。もう一度大きな拍手。決勝なんでしっかりかましてもらいましょう。決勝バビロン VS 黒決勝リーグ。ではここからもう一回聞いてみましょう。じゃあ意気込みをお願いします。ちょっと最近僕年取ったせいか、あのトイレが近くて、すみません、トイレ行ってました。皆さん笑うとこです。すげえ恥ずかしくなるんで、去年、はい、去年、バビロンとこう決勝で当たって2回目っていうことなんで、また去年と違った、成長したところを皆さんに見せて、見ていただけたらと思うんで、ぜひ楽しんでってください。はい、ありがとうございます。では昨日と去年と同じメンテですが、バビロンお願いします。コメントをめちゃくちゃクールでかましてきましたね。ありがとうございます。去年と同じ決勝になってます。では熱い戦い、皆さん迎えるためには皆さんの盛り上がりも必要です。もう一度大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。勝ちのパーミュージックスタート。バビロンの先行かましていただきました。皆さん最後に拍手お願いします。バビロン VS クロバトルスタート。
コメントいただきましょう。やりきった感想をバービーからお願いします。緊張しました。ああ緊張しましたけど楽しかったんで良かったっす。ありがとうございます。この競技めちゃくちゃ疲れます。60秒以内でやってますが、めちゃくちゃ短い時間だと思いますが、めちゃくちゃ疲れるんで、バビロンもよく頑張ってくれて、まずクールコメントお願いします。どうもすいません、何度もクロです。こんにちは。はい、すいません、ちょっと長くなるんですけど、今日、初めて出た選手もたくさん多いと思うんですけども、僕普段スクールしてまして、その子たちが初めて出たりとか、僕が見たことない、子が初めて出たりとかもしてるんですよ。それだけこの大会がすごい、ね、盛り上がってきてて、こういう競技が盛り上げてきてるっていうのを思うんですね。でその中ですごい、バビロンもともと僕やってたスクールに来てくれてたんですよ。でその中ですげえ成長してて、僕が見たことない、かっこいいところをたくさん今日知れたなと思って、すげえ泣きそうです。実は、普段泣かないんですが、そういう、なんでしょうね、このシーンが若い子たちが盛り上げてくれるのはすごく僕、嬉しく思うので、皆さんも、後ろから一押ししていただけたらすごく嬉しく思います。いや楽しくできました。ありがとうございます。ありがとうございます。こう楽しくできるのは皆さんが見てくれているおかげです。ぜひフリースタイルフットボール、フリースタイルバスケットボール、こんなのイベントやってたよって広めてくれると僕たちもやってる甲斐があります。はい、ここで審査、いつも通り審査を行うんですが、決勝なんで後でお楽しみに待ってください。バスケットボールまだなんです、我慢してください。まだまだ治療します。じゃあお二人にもう一度大きな拍手。最後ジャッジが勝者手を挙げるんで、その時に決勝準備はよろしいでしょうか。では F4×バックトゥーペイク2016北海道大会札幌予選の優勝者は、ドルルルルルルルのクロからコメントいただきたいと思います。お願いします。皆さんありがとうございます。これで一応2連覇になるんですけど、去年、静岡大会でベスト8っていうちょっと微妙な結果だったので、今年は、今ジャッジしているコウスケ君も多分出場しますよね。はい、と多分ぶつかると思うんで、まあ、そこら辺上位組み込んでいけるような、結果を残して皆さんにいい報告をできたらなと思います。そして今日、運営していただいた、そこに立っているお二方だったり、まあ、後ろにいるカメラマンさんだったりスタッフの皆さんにすごく、感謝しています。はい、なかなか札幌でイベントもないので、すごくいい機会だと思って感謝しているので、またぜひぜひ、やってたら皆さん遊びに来てください。はい、ありがとうございます。 F4 優勝者のクロ表彰式を行いたいと思います。表彰状、F42016 北海道大会札幌優勝、プロ殿、以下同分、おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。ではマックスのクロはちょっと真ん中に立っていただいて、写真撮影の方お願いします。いいですよ、はい、2人で写真撮影をお願いします。はい、ありがとうございます。もう一度大きな拍手お願いします。はい。